こんにちは。今日は2019年10月の5日、明日が最終日。この動画はおそらく最終回の1本前、最後の夜の動画になると思います。ここは JR 函館本線旭川駅。この旅では一度もう通った道です。旭川よりまず札幌に向かい、札幌小樽の見物をした後、明日最終回に備えるということになります。結局私の本当の大学の夏休みはただの1日、10月の7日月曜日のみとなりそうです。8月の1日から大学の夏休みは始まりましたが、私は結局のところ試験が終わってから1日しか家に帰ることはなく、ずっとただひたすらに動画や、他の関連の仕事を続けていたのでした。まあ、仕事というかね、まあ、遊びというか、それは微妙なところですけれども、ともかく楽しいものであったことは間違いありません。今回の旅行で最初に訪れた時、旭川は30何度、まあ、でもね、朝晩のあのピップとかはもうすでに10何度台で、あの寒かったですけれども、まあ、でもまだね、最初に来た旭川は暑かったんですが、もうすっかり秋の装いです。明日でこの旅は本当に終わりということになりますが、でもね、そんなに名残惜しいとかそういう気分は持ちませんね。もうね、2ヶ月とかね、これぐらいずーっとひたすら旅行していると、そういう感覚はどっかに失いますんで、これは別に私が YouTuber とかになる前からそうだったんですけど、まあ、また行きゃいいや、どうせまた来るんだろう、まあ、そういうノリです。いくらでもですね、旅行っていうのは、まあ、体力さえあればね、いつかお金も手にまたある時に行きゃいいと思いますんで、私も高校の時からね、まあ別にまた帰るけど、また次も来るさ、そういう気持ちで、毎度の長旅を終えていたもんです。懐かしく思い出します。まもなく出発と言っていますが、乗り込む列車特急ライラック号、札幌までおよそ1時間30分で着きます。よし、これやっぱ楽だ。6両編成で運行されているライラック号、指定席に乗るのも今回の北海道フリーパスはただなんで、切符を用意しました。で、指定席は確か3両か2両かな、1号車、2号車、確かに3号車も指定席だったような気がするんですが、そのうちこの1号車の指定席のみ、座席の数が少なく、車内の半分だけが、指定席として使われているんですけども、なぜかここだけコンセントがついています。当たり席です。知ってる人は得をします。特急ライラック22局号札幌です。ここはデッキなんでね、まだこういう風に音がするんですけども、相当もう静か、北海道の中でも多分一番静かに走る線路の一つじゃないでしょうか。この函館本線旭川札幌間特急列車で、さっきも言いましたかね、1時間半、早いのなんの、もうただ見ているだけで景色は過ぎ去りますが、面白みもそんなにはない区間かな。いやでも面白いな、もう過ぎちゃいましたけどね。岩見沢と旭川の間、すごく北海道らしい景色も広がります。でも今日はこの、曇りですし、先通ってきた石岡本線の方が景色もいいでしょうか。今日はまた札幌で友達と待ち合わせをしています。今通過した大麻駅に勤務している友達、今日の朝仕事が終わったそうでして、これからですね、一緒に札幌小樽周辺などを見て回ることになっています。いやー、札幌までは長かったけどついに着きました。北海道にある唯一の大都市、北の都、札幌です。もうね、ずーっとこういう風にこう心細い旅行みたいなしてきて、ついに札幌にたどり着いた時の安心感ったらないですよ。これはもういつもそうですからね。しかしこの札幌市ですら結構寒いな。これ困ったぞ。こちらのドアが開きます。明日の稚内、稚内意外とあったかいんですよね。で、その友達に迎えてもらってですね、ラーメン共和国、まあ、ここ混んでるってイメージしかないんですが、今の時間だったらば空いてると思います。モスバーガーで食べた焼肉以外ほとんど何も食べてないので、まあちょうどいい。なんかね、卵を食べ放題のところがあるってね、今回の貧乏旅行の趣旨には合うでしょうか。ごめんね、これね。あ、でも無料か、食べ放題じゃないの。でもね、やっぱりちょっと
あのラーメンやっぱ高いよなと思ってやめちゃいましたね。あのラーメン共和国ってのは私は出入りしたことは何回もあるんですけど、あそこでラーメンを食べたことはありません。街中のラーメン屋よりね高いような気がする。石造りの伊藤ビルディングって書いてありますけど、これは銀行なのかな。銀行とかね、それから保険会社とかそういったものが並び、駅を今線にしていますが、これから右の方に進めば北海道庁や石狩総合振興局などまあいろいろあります。札幌駅の周辺は真面目な建物で固められています。これはまあちょうどこの間ご紹介したあの天神とか福岡博多とかそこら辺に似てますけれど、これをもう少しまっすぐ行くと大通公園に出て、さらにその先がすすきの北海道一番の繁華街です。まず見えてきました、あちらが北海道庁、あの汚いやつね。それからここは違いますけれど、札幌はね結構いろいろ細かい路地があの片側3車線の一方通行でぐるぐる回されたりして、レンタカーで北海道札幌をぐるぐる回ると、まあ、結構面倒くさい思いをする人が多いようです。明治時代に建てられました。確か開拓使時代から使ってる建物なんじゃなかったかな。旧北海道庁と呼ばれる建物ですが、現在も普通に道庁の建物の一部でして、会議などに使われているそうです。で来ました、こちらが大通公園です。大通よりも左側は北洋銀行とかね、他の、ね、銀行、秋田銀行の支店もあるんだな、郵便局などが並びます。やっぱりお堅い感じ。右側はこっちでも北洋銀行とか明治安田生命とかまだ最初ありますけど、まあ、この奥は三越とかですね、丸井今井とか、それからまあ他にも、なんかルイ・ヴィトンみたいなやつとかね、いろいろとこう雑多な感じの、まあ、庶民が好みそうな遊びの街という雰囲気に変わってきます。その境目が大通公園。庶民の街で何か、火事などが起こった時に、それを大事なお国の施設の側へ持ち込まないようにと作られたのが、名古屋でも100メーター道路と呼ばれておりますけれども、この大通公園だということです。で一緒に、ね、案内してくれている私の友人もこの話するのは何回目だと言われたんですけども、これはね私としても自分で何回同じ話してんだろうと思うんですが、同じことを何回も言うのは実は理由があってですね、前々からずっと同じ話をしてても登録者が前に話した時の倍とか3倍とかになって再生数もそれだけ増えてるんで、まだこの話を聞いたことがない人がいるんだったら、まあ、もう一回やってもいいかなみたいな感じで、立て続けに2度も3度もはしないんですが、昔からの視聴者の方はずっと同じ話を聞かされ続けることになることについて申し訳なく思います。であとですね、ちょっとどこでやってるのか知らないんですけど、多分札幌大通公園のどっか周辺なんじゃないのかなと思うんですが、今日はねなんか水曜どうでしょう祭りみたいな、違うんだ別のところでやってる、札幌だよね、でもあれね札幌で、そう札幌でやってるらしいんですけどね、水曜どうでしょう祭りってなんですけども、視聴者の皆さんがね結構好きな方多いじゃないですか。行こうかなと思ったんだけど、なんか行くのに6000円かかるらしい。私実は話はいろいろ知ってはいるんですけど、本物を一回番組見たことないんで、ちょっとまあ行かなくていいですよね、お金ないしな。こういうね布袋というところに連れてきてもらったんですけども、道庁のすぐ目の前、旧道庁のところにもね、なんかこれ観光客向けに1個整備されてるのがあるらしいんですが、いつまでも夫婦円満、補定か、布袋か補定っていうのがあるんですね。補定草とかね、そういう植物があるのも、そういうのがあったわけで、まあそういうんですけど、やばい、ちょっと量が多すぎるなんてもんじゃなかった。大判の唐揚げ、もう握り拳より一回り若干小さいかなぐらいの大型のものが7個も乗ってですね、940円でコストパフォーマンスはいいんですが、こんな食べきれるのかなと。まあそれはあそこの店に行く人は大半があれが出てくること分かって言ってるわけですから、食べきれるでしょうけれど、世の中にあれを食べきれない人の方が多いよなと思いながらですね、まあ味は素晴らしく美味しかったです。最初はわーもう美味しそうと思って食べたんですが、2個食べたところでですね、7個あるうちの2個食べたところで少しお腹いっぱいになり始めて、まだ5個残って、と思いながら、もうとりあえず頑張って食べましたが、美味しい思いはとにかくさせてもらいました。でももう半月ぐらいはね、焼肉じゃない、唐揚げ食べなくていいですね。なんで半月かっていうとね、最初さっき半年ぐらいはいいって言おうと思ったんですけど、唐揚げ好きで美味しいんで、いや半年も絶対食べないわけないなと思って、半月に急遽切り替えたのでした。でもね、頑張って本気出して食べたんですけども、あれ持ち帰りっていうのもできたらしいんですよね。食べ終わった後で見てみたら、すみません、ちょっとこれ箱詰めてもらえますか、とか箱代20円もらって払ってですね、それで詰めてもらってきて、あれよかった。でこれからですね、札幌市民の友達に札幌を案内してもらって、地元の人が見に行く夜景の素晴らしいところがあるというんで、そこに連れて行ってもらうことにしました。いや助かりますよ、やっぱ地元の人の案内っていうのがね一番分かりやすいもんです。藻岩山の夜景ってのがね、札幌では有名ですけど、地元は観光客向けのところなんで、そこには行かないみたいですね。地下鉄を降りて、これが丸山公園駅とバスの乗り換えターミナルです。
札幌にはねこういうものがいっぱいあるんですけど、まあまあこうこんな感じで古めかしく昔の雰囲気が漂います。まあ、こんな感じ大きく古めかしいバスターミナルに、まあ、こういう風にですね、あれは JR 北海道バスなんで私の持っている北海道フリーパスで乗り放題となるわけですが、これがたくさんやってきて、まあ、他にもね、北海道中央バスとかの運行もありますけれど、バスと地下鉄一体的なかなり便利な、交通です。でこんな道をずっと登っていくわけですが、歩いてね、まあ、大体1キロぐらい、本当はすぐ近くまでバスで行けるらしいんですが、本数が少ないので手前の停留所まで行くものに乗りました。あのね、まあ、視聴者の皆さん動画見てるから分かると思うんですけど、私はハワイあんなにわけわかんない言い方してるのに一回もダイヤモンドヘッドには行ったことはないわけですけど、ダイヤモンドヘッドのね登るところもなんかこんな感じに似てるらしいですよ。なんかオーストラリアみたいですね。オーストラリアの動画皆さん見ました？見てないですね。多分2万回ぐらいしか再生されてないから。連れてきてもらったここが旭山記念公園です。何を記念しているのか、北海道札幌市の100周年を記念して1970年にできたんだそうです。まあ、これはね全部私の友達が今横でネットで調べてくれたことなんですけども、まずは見える夜景のご紹介。北海道唯一の200万都市札幌、最大の街です。これがですね、まずここにある観覧車、先ほどお伝えしました。道内随一の繁華街、下から明かりが上がってます。すすきの、左に少しずれればこの間、さっきかご紹介しました札幌大通公園のテレビ塔、さらにもう少し左に行くと札幌市で一番高いビルがあります。確かそうだったはず、 JR タワーホテル札幌、あの真下に札幌駅もあります。見晴らす素晴らしい景色、手前側にはですね、でもこのように森が広がっていて、札幌って結構ね森を大事にしながら開発をしてきた、計画都市としてはかなり優れているそうですけども、そういった街で、すぐ左側にあるこれは丸山です。この丸山の下には丸山動物園というのがあって、いや私もね高校の時に彼ら高校時代から札幌民でしたから、札幌のことをねいろいろと教えてくれてですね、私が急行浜松で来た時に出迎えて一緒に札幌の案内などしてくれたこともありました。もうあれからね5年も経ちましたんで、お互いに早いもんだと、彼も多分早いもんだと思ってると思いますけどね。ともかく、まあ、早いもんだといえば、この旅も、早いもんで終わりと言いたいところですが、まあ、個人的にはものすごく長かったなと感じました。今すぐもう一回、じゃあ2周目もあなたしたいですかと聞かれたらばすぐに、じゃあもう一回やりたいですとは言えませんが、でもねいろんなところで自分の知識とか体力とかを使って私がやりたいような旅はできたんじゃないかなと思います。思えばこういうものが一番贅沢なような気もします。世の中お金持ってる人ってのはいっぱいいますけども、体力のある人ってのはね、体力っていうのは特に一度失ってしまうと基本的にまああんま戻らないんじゃないかと思いますんでね、年取ってる人なんかだとお金持ってる人はいますが、でも全力疾走できる人はお金持ちの中にはどっちかって言えばもう少ないんじゃないですか、わかりませんけど。沖縄でねバスのダイヤが乱れていたから間に合わせるために走ったりとか、何キロも10キロもね松島のあたり歩いたりとか、まあいろいろしましたけど、あの時は5キロしか歩いてないか、こういうことができるっていうのもね逆に体力のある人の特権でありますんで、まあある意味では特権階級ですよ。その特権を今回の旅では十分に生かし、活用することができました。そしてまたこの旅のそもそものテーマは夏休みが非常に貴重であり、また若いことも貴重であるということでしたが、視聴者の皆さんもね言えることなんですが、この若さ、まあどんな人でも今が人生の残りの期間で一番若いわけですから、その若い期間をもう十分に本当に活用してほしいなというのは私からの、動画とかネタとかそういうの一切抜きに個人的なメッセージです。じゃあこれで、全てですね、日本一周全行程の観光も終わりました。明日最終日はこの札幌より朝の一番列車特急宗谷号に乗り7時30分に出発して目的地、最終目的地の稚内に向かいます。あとすいません、なんか今みたいなね終わりみたいなこういろいろ別にガチガチに固めて喋ってるわけじゃなくて思いつき喋っただけなんですけど、お名残のメッセージみたいなこと言ったと申し訳ないですけど、小樽めんどくさいになんならやめますね。小樽運河とかね前にも見たし、まあいいんじゃないですか。もっと条件のいい時にまとめて尻べし地方はまとめていくということでよろしくお願いします。日本一周はもうしたということですね。これでしましたよ、日本一周です。じゃあ今日の動画はここまでということになります。これから先、札幌で乗り換えた後は私の友達の家に行ったりするんですけども、まあ、それに関しては交通費はかかりませんので、あくまで地下鉄代の計上のみとさせていただきます。その場所については非公開ですが、明日の朝は札幌駅よりスタートしますのでよろしくお願いします。明日が最終回、ご視聴ありがとうございました。